来年のオリンピック・パラリンピックで課題の暑さ対策について、東京都や国は今日会議を開き、取り組みを加速させることを確認しました。この中で、都は今月行われるビーチバレーボールの大会などで、冷却保冷剤を配布するなど、本番を想定した暑さ対策を行うことを報告しました。効果を検証して、より実践的な対策につなげたい考えです。